はい、福祉の資格を持ってますけど、実際無免許でもできます。リンクス先生、毎度毎度ね、これ福祉のカットのことかな。カットもし行くんだったら、あの必ず保健所に届けないとダメなんだよね。まずは床屋さんの資格、パーマ屋さんのね、国家資格を持ってる方が保健所に届け出ないと、あの外に出てカットしちゃいけないんだよね。福祉のところだから、まあ、なんとかセンターに美容師さんと床屋さん合わせて10人でカット訪問行くとしたら、確か10人分全員保健所に届けないとダメだった。んで行く市町村にあの許可を取るっつうの。ここは埼玉で、埼玉市だから、埼玉市で許可取ったら隣の市には行っちゃいけないし、大阪行って訪問カットなんかしちゃとんでもないと。これもうダメなんで違反になっちゃうんだよね。でこの福祉の資格ってよく分かんないんだよね。だからなんかとりあえず福祉の資格を取る講習会っていうのを作ってさ、それ美容師集めて、とりあえず一人ずつからお金もらってね、儲けようみたいなとこあるんじゃないの。それよりもまず届け出が先なんだよね。現実はね、届け出出しました、福祉の資格取りました、なんかの講習会行きました、そんでもって訪問カットの仕事があるかったらないよ。よほどどっかとね、太いパイプでつながってるとかコネがあるとかじゃないと仕事なんか回ってこないよね。忘れた頃に一人やるぐらいで、そんでもってめんどくさい。本当にね、訪問カットはね、出張費5000円もらわないとめんどくさい。近くでも5000円プラスカット代金ね。リンクス先生、毎度毎度ね、舐められてますよね。失敗とイメージ誤差とかが保証されないですからね、客が失敗といえば失敗になってしまいます。気に入らないといえばどこまででも気に入らないからね。それ考えるとハイリスクな仕事だよね。ハイリスクな仕事って言ったら車の塗装屋さんとか、あれもうるさいらしいね。うちのお客さんもなんか出したら直ってねえやつで、もう一回なんか直しに出したとかね。でずっと台車かなんか乗っててね、年間5万以上、5万円以上ってことかな、使わないとお客と思いません。いや、そんなこと言わない方がいいよ。とにかくカットね、あのこまめに来てくれる人が一番儲かるんだよね。まあ、いくら毎月来ても逆に年2回でもストレートなら客なのかと。まあ、1人年間6万は欲しい。それはね、少ないより多い方がいいけどね。やっぱりね、小銭を集めるってのは結構効果的なんだよね。帰り品にね、5人ぐらいね、カットがパラパラって入るだけでね、もう全然あの潤う感ね。それが毎日続くとね、すごく大きいけどね、それがなかなか来ねえんだ。はい、触診が必要ですね。これちょっとセニングのところかな。まあ、減らしたらお客さんに聞くってことだよね。どんな減らし方でもいいですが、まあ、センスと経験ね。ただやっぱり道具をさ、ちゃんとしてないとね、昔ながらのセニング使ってるとね、音は悪いしさ、半分しか切れてね、毛が出たりね。20% セニング5回入れたらシザーと一緒。これね、計算したことあるけど、数学的にはね、20% セニング20回入れると髪の毛の残りは 1% になるってこと。あのお客様の遅刻問題ね、目上の人と会う時に遅刻しますかって感じですよね。あ、そうだね、まあ、美容室忙しいとね、秒単位で仕事やってんだよね。そんでもってさ、のんべんたらりと5分もさ遅刻してきただけねえ、イラッとするなんてもんじゃないよね。こっちは秒単位でやってっからね、もう時間的に余裕がないからね、こっちはね。切り方指示してくるやついますよ。前の店でこうこうこうやってくれたからこうやってって、あ、ならその店に行こうよって言いたくなるよね。それがさ、技術的に合ってることだったらいいよ。そういえばね、あのレイヤー、裾の方5、6センチにレイヤーを入れるっつうの、あれをさ、ダウンステムの C シェイプでやったら、やっぱり上からほらレイヤー入れていくんだけど、やっぱり上の切り口にちょっとこれぶつ切り感の重さが出たね。やっぱレイヤー入れるんだったら、やっぱり髪の毛上に持ち上げてトップから切り下りてった方がいいかなってちょっと思ったね。はい、お疲れ様でした。